死と子と精神の名によって。ハリストスはナインという町の城門、町の門ですね、そこを通りかかった時、一人の若者が町外れの墓場に運ばれていく行列に出会いました。一人息子を失ったやもめの母親が泣きながらおろおろとついていきます。それを見て主は胸をかきむしられるほどの思いに駆られ、息絶えた若者の体に触れて命じました。若者よ、お前に言う、起きなさい。若者は起きて物を言い始めました。お前に言う、なんと強い響きを持つ言葉でしょう。私が起きなさいと命じているのは他の誰でもないお前だと。福音書を開いてハリストスの御言葉を読むとき、また聖堂で聞くとき、それを聞いても読んでも、私たちは主がこの自分をお前と呼んで呼びかけてくださっているということに気づき、その言葉が胸に突き刺さるように聞こえる時が来ない限り、起きて物を言い始めることはありません。たとえ主イエスご自身が生身ですぐそばに立って直接に語りかけたとしてもです。お前に言う、起きなさい。この言葉は自分がこの世の現実に絡み取られて、まるで死んで棺に横たわっているかのようにしか生きていないということを痛切に知っている者にしかまともには届かないんです。人が堕落していることを知っている人は大勢います。しかし自分の堕落を知っている人は稀です。人の悲惨さを知っている人は大勢います。しかし自分の悲惨を知っている人、自分の悲惨を苦しみとして泣いている人は稀です。人の弱さを知っている人は大勢います。人の罪深さを知っている人も大勢います。しかし自分の弱さ、罪深さを嘆きうめく人は稀です。人は死ななければならないことはみんな知っています。しかし自分が死ななければならないこと、もしかしたらもうすでに霊的には死んでしまっていることを知る人は稀です。だからお前に言う、起きなさいという言葉はなかなか人の心に届きません。だからこの世には依然としてすでにハリストス、主イエスハリストスによって最後の敵として滅ぼされたはずの、その復活によって滅ぼされたはずの死がのさばり返っています。葬式の行列は何度も繰り返し町の門を出て行きます。それもこれも他でもないこの自分が死んで横たわっており、ハリストスの十字架の許しも復活の皆墓場に運ばれてゆくこの自分のためであることを知らないからです。だから主はその宣教のまず第一声を悔い改めなさいと呼びかけることから始めたのです。しかし勘違いしないでください。主は真剣に反省しろと言ったのではありません。悔い改めなさいと言ったんです。反省が私たちを罪から救うことはありません。ハリストスがそう呼びかけたのは
自分が死んだようにしか生きていないことを知り、自分はその死に支配された罪の生き方に対して全く無力であることを骨身に徹して知らなければならないからです。そこからしか始まらないからです。聖使徒パウロもうめくようにこう言っています。私は自分のしていることがわからない。なぜなら私の欲している善は行わないで、欲していない悪はこれを行っているから。私は何という惨めな人間なんだろう。誰がこの死の体から私を救ってくれるだろうか。しかし最後にパウロは言います。誰がこの死の体から私を救ってくれるだろうか。私たちの主イエス・ハリストスが。喜びにあふれてパウロは叫ぶんです。私たちもこのパウロと共に、その死から自分を引き起こしてくれるのはハリストス・イエス、この方しかいない、そう信じ思いを決して手を差し伸べなければなりません。主イエスが私の棺の傍らに立って、あなたに言う、お前に言う、起きなさい、そう呼びかけ続けている。